こんにちは、ミさん。動画の方ありがとうございます。そして今回は動画付きではなかったんですけども、メッセージありがとうございます。あの、タカさんの件ね、はい、いろいろありまして、気になる男というシリーズが始まりました。まあ、この気になる仕事をね、気になる男が、気になる男シリーズなんですけども、私が気になっていてもですね、視聴者さんが気にしていただけなければ、この動画リレーっていうのは、まあ、私のね、楽しみを除いては、多くの方にあまりプラスにならないと思いますので、 ももしかししかかかたらね、ね。これ続ななないかもしれないいなと思っちゃいます、ね、でも逆にですよこのやり取りの中でタカさんがコンテンツの作り方に何か気づくことが毎回毎回あるとしてそれがどん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 成長と進化につながるようでしたらまあそっか塾の熟成さんではないですけどもね熟成さんではないんだけども一人の人間を育てるってことに関しましては熟成だろうが。 視聴者でなかろうかもう何でもいいかなというところもありますしそれからねなんかこの活動が、まあ、本来のドリアー加勢である吉谷さんの活動のまあ協力になればね私はいいと思ってるんですよひいてはナミさんに感謝としてこう帰っていくってことになればねえきっとナミさんがどんなね辛口を送ったのかわかりませんけども私がこのタカさんと関わりを続ける中できっとねあ ナミさんってこういうことを言っていたのかうわー自分は恥ずかしいこと言っていたなみたいなことにだん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 気づいていけるんではなかろうかと思いますまあタカさんがどんな方なのか私ははっきりと分かんないんですようんふだ分かんないだからそれを掘り起こすためにもまあ一般公開動画という形でね実はタカさん一人にどう考えてんの何やってるのってことをね <laughs> こうやってねコソコソっと聞いてみたいかなというところでございますねというのがその人となりが分からなければ どうしようもないわけなんですよ。これは私ではなくて視聴者さんですよね。少なくともタカさんはあ自分のコンテンツや塾を売ろうとしてるわけですから、じゃあ信頼に足る側面っていうのを見せなくてはいけませんし、実際にタカさんの塾に入ったら、どんな状態の人がこうなるんだっていうふうに見えないといけないと思うんですよね。そういう意味でも、いつまでにどうなることが目標の塾なのかなってことも、いまだにわからないですし、そういうこともね、ちょっと見ていきたいなと思います。ただしね、側近ビジネスですか。 ビビジネス、ね、側近ビジネネススねないことはないんですよなないいことはないんですけども側近ビジネスがももしね永続続的に続くもんだっっったら私はそればっかりやってますよ結局は側近ビジネスを成立させるためには前段階で側近ビジネスが扱えるような自分でいるかどうかってところが大事なんじゃないかなと思うんですよね例えば今私は未だにですけどもメールマガジンのリスト1万2000人いるんですよ多分ここに何かのセールスをぶち込めば 一人ぐらいは買うと思うんですよね。1万2千人ですから。それは、1万2千人の信用をリスト化したっていう、そういった過去の経験があるからなんですよね。プラスアルファ、先日、FX オリガルヒに一人の方が新規で参加して、今、19名でオリガルヒはやってます。この方のメッセージによると、何年も前から久保さんの動画を見ていました。そして今回、FX オリガルヒ、悩んだんだんだけども、 久保さんが一旦セールスをやめてもう一回再セールスをしていただいたんで最後のチャンスだというふうに自分なりに考えてえいやって飛び込んだんですというふうにメッセージをくれましたつまり側近ビジネスで FX オリガルヒですよって言ったら売上上がったってもんじゃなくて数年前から私が動画を FX の動画を毎日更新していたからその積み重ねで信用できるなこの人はこの人のコンテンツを買ってみたいな 期限が終わっちゃったもう買えないんだあもう一回セールスが始まった今度こそみたいな感じでこちらから見ると側近のように見えますけどもでもお金を払った人からするともうね3年以上の付き合いってい感覚なんですよねだから側近ビジネスないことはないんだけどもあなたは側近ビジネスを扱う準備ができてますかってことを聞くとほとんどの人ができてないんですよだから側近ビジネスをこちらから紹介してもワンクリックで100万ですよって紹介してもクリックしてもお金入りませんよって話になるんですよね 違う。その前段階で、あなたはリスト化できてますか集客力ありますか信用力ありますか何よりも、あなたが商品を持っていますかってこととかね、様々な要素が組み合わさって、出来上がった時に、即近ビジネスができるステージに立っているってことなんですよね。ですから私もね、たまに即近ビジネスやりますよ。もうそれはすでに温めていたものを、もう一回使っていくってことでもありますし、今後もね、FX オリガルヒー、セールスをするってことがあるかもしれませんけども、それは私が FX オリガルヒーを ずーっと積み上げて続けていくことと、評判が悪くならないようにきちんとサポートすることと、あとは一般公開動画でたまに FX のこともちゃんと解説すること、そういうのが揃ってるんじゃないかなと思うんですよね。その他様々ありますけども、例えば YouTube ね。YouTube で1万本の動画アップロードするための心構えっていうのを私は説得力を持ってお話をすることができますし、2万本の動画があるっていう実績もありますよね。まあそうなるとね、やっぱりこう、 のの人は千本の動画を作れませんからもう本当にね1万本っていうのはちょっと話聞いてみようかなっていう,ような説得材料になるかなと思いまして今までやってきたこともこうやって側近ビジネスにつながっているかなってところなんでしょうねまあでもね多くの方が勘違いしちゃいけないんで側近ビジネスをやりましょうっていう声かけとかそういったものを求める人との対話っていうのは気をつけないといけないでしょうねはい色々いろいろと話しましたけども深夜のコゾコゾ話今回はタカさんを交えてナミさんとお話ししてみましたそれでは 気になる男シリーズもしねよろしかったらご覧いただければと思いますそれではいってらっしゃい